その福島からハイロアクション福島原発武藤瑠衣子さん、お話をお願いいたします。福島の皆さん、どうぞ一緒に立ち上がってください。皆さんこんにちは。福島から参りました。今日は福島県内から、それから避難先から何台もバスを連ねて、たくさんの仲間と一緒にやってまいりました。初めて集会やデモに参加する人もたくさんいます。それでも福島原発で起きた悲しみを伝えよう、私たちこそが原発いらないの声を上げようと、声を掛け合い誘い合ってやってきました。はじめに申し上げたいことがあります。 3.11 からの大変な毎日を、命を守るためにあらゆることに取り組んできた皆さん一人一人に、一人一人を深く尊敬いたします。それから福島に高い手を差し伸べ、つながり、さまざまな支援をしてくださった方々にお礼を申し上げます。ありがとうございます。そしてこの事故によって大きな荷物を背負わせることになってしまった子どもたち、若い人々にこのような現実を作ってしまった世代として心から謝りたいと思います。本当にごめんなさい。さて皆さん、福島はとても美しいところです。東に紺碧の太平洋を望む浜通り、桃、梨、リンゴと果物の宝庫の中通り、猪苗代湖と磐梯山の周りに黄金色の稲穂が垂れる会津平野、その向こうを深い山々が縁取っています。山は青く、水は清らかな私たちのふるさとです。 3.11 原発事故を境に、その風景に目には見えない放射能が降り注ぎ、私たちは被爆者となりました。大混乱の中で私たちにはさまざまなことが起こりました。素早く張り巡らされた安全キャンペーンと、不安の狭間で引き裂かれていく人と人とのつながり、地域で、職場で、学校で、家庭の中で、どれだけの人が悩み悲しんだことでしょう。毎日毎日いやおうなく迫られる決断、逃げる逃げない、食べる食べない、子供にマスクをさせるさせない、洗濯物を外に干す、干さない、畑を耕す、耕さない、何かに物申す、黙る、さまざまな苦渋の選択がありました。そして今、半年という月日の中で、次第に鮮明になってきたことは、事実は隠されるのだ。国は国民を守らないのだ。事故は未だに終わらないのだ。福島県民は核の実験材料にされるのだ。莫大な放射能のゴミは残るのだ。大きな犠牲の上になお原発を推進しようとする勢力があるのだ。私たちは捨てられたのだ。私たちは疲れとやりきれない悲しみに深いため息をつきます。でも口をついてくる言葉は、私たちをバカにするな、私たちの命を奪うなです。福島県民は今、怒りと悲しみの中から静かに立ち上がっています。子どもたちを守ろうと、
母親が、父親が、おじいちゃんが、おばあちゃんが、自分たちの未来を奪われまいと若い世代が、大量の被爆にさらされながら、事故処理に携わる原発従事者を助けようと、労働者たちが、土地を汚された絶望の中から農民が、放射能による新たな差別と分断を生むまいと、障害を持った人々が、一人一人の市民が、国と東電の責任を問い続けています。そして原発はもういらないと声を上げています。私たちは静かに怒りを燃やす。私たち福島県民は、故郷を離れる者も、福島の地にとどまり生きる者も、苦悩と責任と希望を分かち合い、支え合って生きていこうと思っています。私たちとつながってください。私たちが起こしているアクションに注目をしてください。政府交渉、疎開裁判、避難、保養、除染、測定、原発、放射能についての学び、そしてどこにでも出かけ、福島を語ります。今日は遠くニューヨークでスピーチをしている仲間もいます。思いつく限りのあらゆることに取り組んでいます。私たちを助けてください。どうか福島を忘れないでください。もう一つお話ししたいことがあります。それは私たち自身の生き方、暮らし方です。私たちは何気なく差し込むコンセントの向こう側を想像しなければなりません。便利さや発展が差別と犠牲の上に成り立っていることに思いを馳せなければなりません。原発はその向こうにあるのです。人類は地球に生きるただ一種類の生き物に過ぎません。自らの種族の未来を奪う生き物が他にいるでしょうか。私はこの地球という美しい星と調和した真っ当な生き物として生きたいです。ささやかでもエネルギーを大事に使い、工夫に満ちた豊かで創造的な暮らしを紡いでいきたいです。どうしたら原発と対極にある新しい世界を作っていけるのか、誰にも明確な答えはわかりません。できることは、誰かが決めたことに従うのではなく、一人一人が、本当に、本当に、本気で考え、確かに目を見開き、自分ができることを決断し、行動することだと思うのです。一人一人にその力があることを思い出しましょう。私たちは誰でも変わる勇気を持っています。奪われてきた自信を取り戻しましょう。原発をなお進めようとする力が垂直にそびえる壁ならば、限りなく横に広がり、つながり続けていくことが私たちの力です。たった今、隣にいる人とそっと手をつないでみてください。見つめ合い、お互いの辛さを聞き合いましょう。涙と怒りを許し合いましょう。今つないでいるその手のぬくもりを日本中に、世界中に広げていきましょう。私たち一人一人の背負っていかなければならない荷物が途方もなく重く、道のりがどんなに過酷であっても、目をそらさずに支え合い、軽やかに、ほがらかに生き延びていきましょう。ありがとうございました。武藤瑠衣子さん、ありがとうございました。福島の皆さんとしっかりつながって、